こんにちは、矢沢健一です。今日はティーバッティング、トスとも言いますけども、その種類を15種類やってみせます。子供たちが今日は3人来てますので、頑張って、そのティーを理解してほしいなと思います。フォームの是正、それからフォームを理解すること、そして良いフォームを身につけること、こういうことを胸にティーバッティングをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは斜めから投げます。斜めからで、バッターはこのネットの方向へ打ってください。で、その時にティーのボールを投げるやり方、投げる方法を説明しますけども、まず乗せて、この手のひらの付け根の辺で、これでパッと押してください。はい。押して、ふっと押す。そうすると、ボールが回転しない。回転しないから、打ちやすい。それを指先だけでボールを握ってこうやって投げるとボールが回転してしまう。そうするとこのボールのコースが変わったり回転するから打ちにくい、ね、だから回転しないように手のひらに乗せて、そしてこう押すようにして、ティーを家でやるときはね、家でやるときはこういうその軟式のボールは使えないけども、プラスチックのボールでもそうやって丁寧にこう投げて、やることが大事ですね。はい、それでは斜めからのティーです。はい、斜めからのティーは準備、ティーの準備段階として、10本、20本ぐらい。試合になると、試合ではボールはこっちから来ない。試合ではこっちから来ない。だから、体がこう開いてしまったり、腰が早く開いてしまったり、アウトステップになったりする嫌いが出てきますから、よりフォームを固めるとか、またその今のフォームが欠点があるとか、それからいいフォームをやっぱりこう継続したいなという時には、少しこう斜めから投げるティーも最初の段階で先ほど言ったように必要かもしれませんけども、次のティーに移ります。正面ティーを行います。正面ティーには2種類ありますので、それをちょっと理解してもらいたいなと思います。で、特に正面ティーはインサイドとかアウトサイドの、それは問わないですから、いろんなところにコースをこう関係なく、投げて打ってもらいますので、そのコースに逆らうことなく打ち返して、もらいたいなと。はい、この時にまずインサイドとかアウトサイドとか投げる位置を最初指定して、やります。低めだとか高めだとか、それも言いながらやりますんで、はい、まず真ん中を素直に打ち返してください。はい、そして今度アウトコース、外角いっぱいいきますので、よく引きつけて、こちらの方に打ってください。はい、
まり擦らないように、つい長い姿勢打つときにはボールの下に入る、バットが下に入る傾向が強く出るんで、しっかり芯に当てるように。はい、そうそうそう、はい、後ろをこう大きくしないように、はい、はい、アウトローイ低め、低めはポイントの位置が自分の方に寄ってくるからよく引きつけて、はい、インサイド、インサイドいくよ、はい、インコース、体が腰があまり早く開きすぎないように、はい、今度ランダム、どこ行くかわからないから、ね、そのコースに応じて打ち返してください。何も言わないからどこ行くかわからない、はい、ちょっとボールがこうやって緩くなるとその時に溜め込んで、はい、ほうほう、これが正面ティーの一種類目ですよね。だからより実践的、より実践的にコース、最初は決めてやるけども、次に最後にやったのはどこにコースがある、コースに投げてくるかわからない、だからより実践的になる、そのコースに早く順応するように。次の正面ティーは、これはちょっともう少し、そうそうそう、ちょっと危ないけども、よし、危ねえなこれ大丈夫かな、頭出てる、大丈夫、はい、行くよ、これ最初インサイド、あ、真ん中だな、真ん中、はい、はい、はい、擦ってるよ、はい、真ん中、オッケー、真ん中、オッケー、はい、はい、アウトコース、アウトコースいくよ、はい、アウトコース、ちょっと高めだったな、はい、アウトコース、はい、はい、よし、そうやって見逃してもいいから、はい、アウトコース、よし、はい、その足出して、おー、いいよ、いいね、膝もね、アウトコースだったら膝も柔らかくする、はい、はい、はい、少しリーボール、よし、はい、インサイド、はい、よし、ボールだ、はい、はい、インサイド、はい、インサイド、はい、これもやはりより実践的ですよね、はい、さっきのネットを立てたものよりも上から投げてますからより実践的、集中して打つように、はい、えっ、はい、はい、はい、低いボール、見逃せばボールだね、はい、おう、はい、オッケー。3つ目は、もっと肩越しにこのボールを投げますから、逆方向に打ってください。でこれは体の開きを抑えるために、それと、ボールを引きつける、引きつけてライトの方向へ、流し打つ、非常にこれ欠かせない、練習の一つですね、はい、はい、構えてヘッドを遅らせて、
来ないと、ヘッドがこっちに向かってくると、ね、私の顔に当たる可能性もあるので、はい、いきますよ。はい、詰まってもいいから、はい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 、アウトロー、よく引っ掛けるところでね、アウトロー引きつけて、おう、はい、あら引っかかった、はい、はい、はい、ミートを心がけて、少しあまり大振りしないでミートを心がけて、はい、ライトの方向に、そうそう、おお、今、はい、はい、はい、だからその時にステップする足の膝が突っ張らないようにね、柔らかくこう方向にこう柔らかくこう動く、はい、こう、はい、そうすると多少変化球で泳がされても膝が使えればボールを引きつけることができるから、はい、突っ張ってたら早く回転します、はい、これも体の開きを抑えるための T です、この時は、おへその前に T の台に乗せたボールを、おへその前に置いてください、はい、そしてこのボールを打つ時に、なるだけ引っ張らないようにボールをここまで引きつけて、ボールは今止まったボールだから引きつけられるけども、ここまで引きつけて、要するにピッチャーのボールがこうここへ来たんだというイメージを描きながら、はい、打ってください、はい、はい、こうやって、はい、おへその前で振るときに、今非常に何本かいいものが出たけども、どうしても体が、この腰がこっちへ開きすぎる、早く開きすぎる、この膝も割れて、早く開きすぎると、ね、アウトステップしすぎると、それを直す方法は、おへその前で、ウエストの前に投げますから、今度これはツイストです。ツイストをツイストっていうのはこうスイングはこういくね、スイングはいく、でも腰のこのピッチャーの方向の腰がこう逆の方にこれがこうねじられる、こうねじられる、そうするとボールが非常にね、ボールのこの打つポイントはすごく近い、ね、だからこれから、中学生になったりすると変化球なんかも来るんで、ね、やはりここにここまで引きつける、うん、ためにツイストをやって、腰がキャッチャーの方へ、こちらのピッチャーの方の腰がキャッチャーの方へ、こう開かない、はい、スイングはネットの方へ、非常に難しいけども、少し膝を
膝をこう余裕を持たせて、そしてこう、はい、へそをそのままボールのところへこう持ってきて、はい、スイングですよ。はい、かな、はい、もっとこう、いや、こっち、そうそうそう、こっち、そう、その動きだけ、はい、そして、そうそう、バットは向こうへ、ステップしなくていいから、ステップしない、このまま、こうして、こうして。こうですね、ちょっと上体だけのスイングになるけど、はい、このおへその前でバットをこうターンさせる、こっちのことは考えない、もうこのおへその前やボールだけをこう考えて、そしてこのピッチャー寄りの腰がこう開かないように、そうするとすごいボールを寄せて、体の方に寄せてこれる、はい、だから調子が悪くなった時にはこうできる、やるべき練習かなと思うんですね。 OK OK、 あるよ、うん、ここまで引きつけてね、あの打ったことはおそらくないと思うんですね、はい、時にはこういう練習をしてください。ただ注意点は、あまりこれやりすぎると、腰がキャッチャーの方に行ってスイングがピッチャーの方に行ってこうちょっとねじってる、ね、そうすると、体に負担がかかるんで、負担がかかるんで、まだ小学生、そして、中学生あたりは、あまりやらないように、やっても、まあ、10本程度感覚が養えればいいです、それ以上やると腰をこう要するに止めてますから、腰をこう止めてるから、ね、上体だけで応援してるから、うん、腰を痛める可能性があるので、まあ、小学生、中学生は、気をつけて、少ない数だったら、まあ、効果があるかもしれないけども、あまりやりすぎないようにしてほしいですね。あと3本は。はい、ボールをこう。持って、だからこうして少しスタンスを広めに取る、スタンスを広めに取って、そしておへその前でこうターンして、これをバット返して、これがこういかないようにここを選んで、そうすると頭もこう動かない、ね、目ももちろん動かない、ね、目もしっかりあのボールを見てる、ね、もう一回あと3本、はい、膝にもうちょっとでしょ、膝をリラックスさせて、そしてこのウエストの前でこう打つ、こちらの腰は後ろ、こっちにこうだ、はい、こうやって、プロ野球では私と同期の、若松選手とか、それから、巨人軍の今コーチになった、阿部、慎之助、選手や、それから今の現役の丸選手は、時々不調になると、こういうような試合でもこのツイストを取り入れた
バッティングをしております。そうやってボールを引きつけて最後まで見てスイングする。だからこちらの軸足はこう上げない、つまりベタ足で打つ。丸選手の中でもベタ足で打つ、もうこれで打ってる。だからプロ野球を見るときでもそういうこういうような見方をすると非常に参考になります。それでは後方から投げるなんてことはまず、体験しないと思うんで、これはやっぱりバッティングの基本はセンター返し、ピッチャーの足元を抜いていく、ね、困った時はやっぱりそうやってセンター返しをする、ね、ツーナッシングに追い込まれたり、ね、そういう時には流す方法もあるけども、反対方向へ打つ方法もあるけども、基本的にはピッチャーの足元へ、ね、ボールはインサイドに来るケースだったから、ね、流しにくいケースだったからね、はい、少し恥ずかしに、このボールを見て、はい、どうぞどうぞ。はい。ああ。はい。ああ、いいよ。はい。これはもうセンター返しの基本だよね。まあ、後ろから投げるなんて先ほども言いましたけども、そういうことはないと思いますけども、アウトコースのボールを引っ掛けたり、ね、インサイドのボールを体が早く開いて、ね、まあ、詰まってしまったり、ね、それを防ぐ意味で、バッティングの基本は困った時にはセンターへ、打ち返すということも覚えておいてください。はい、おーそう、はい、そうはい、このライン、OK。 あ、今よかった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。